ちょっと紹介しよう。まあそんな紹介するもんはないかもしれんけど、海外旅行でこれあったら便利よねグッズ、まあ 2,3 個ぐらいしかないけど、 2,3 個ぐらいしか、もう堂々の1位から言っていい。あ、まあまあまあいいや、なん、まあ、いいや、まずはネックピローですね。まずはネックピロー、これね、これはやっぱり必要。ネックピロー、こうやってこれでよだれが見える、よだれ見えるか、よだれがすごいんよ僕、寝とるときにこうやって寝とるじゃん、もうよだれがこっからてー垂れてもうここら辺までいっとんよ、よく臭そう。まあ、ちなみにこれ多分ね7代目ぐらい、6代目7代目ぐらいのネックピローです。僕はこのねちっちゃいビーズのねネックピローが好きなんで、いろんなやつあるよ、俺ヨギボーノも持っとんじゃけど、これが一番しっくりくる、なんか中のこのビーズが僕好きなんで、ビーズタイプがこれでこうやって寝てます。まあネックピローあると便利ですね。でね、あのメグリズムとかもいいよね、機内でこれね、蒸気でホットアイマスクのやつ、これをつけて寝る、これつけて寝るというか、こう、まあ、こういう風にして、まあ、これこうつけて目閉じとけば、まあ寝れたりするし結構気持ちいい。でもね、やっぱ一番いいなと思ったのはやっぱねこれっすね。俺はAirPods Pro、 これはマジで最強、現状最強。ノイキャンのイヤホンはマジでいる、必須、もう現状は。そう、まあ、あの俺は初代 BOSE のやつ持っとって、まあ、なくして2台なくして BOSE のやつで、ソニーのも買ったんだけどそれもなくすっていうね、で繰り返してるわけですけど、まあ、AirPods はもう結構長いこと使ってます、 2,3 年ぐらい、まあ、普段使いもして、機内ねすごいうるさいんですよ、ゴー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 言って周りの音が。映画とか見るんじゃけどもマックス音量じゃないと聞こえんぐらいなんだけど、まあ、まずノイキャン使うともう周りの音が一切聞こえんくなるけ、機内のそのゴーゴーする音っていうのは、まあ、まず聞こえんのよ基本的に、さーって感じで。音も、まあ、5段階の音量があるとしたらもう3とか4でも全然聞こえるぐらいで、まあ、それでなんか海外ドラマとか YouTube のなんか保存したやつ見ながら機内で過ごせるんで、あれはねすごい便利で、これはマジ持っていくとき便利です、飛行機の時。他になんかあるかな、まあ人によってはその足、まあ女性とかだとさ足のむくみをなんかする、なんかねああいうスパッツみたいなの履いたりとか、あとマスクとかね、あとまあ機内暇なんで長距離フライトとかだと結構漫画を iPhone に入れて、動画とか iPhone に入れて見たりはする。あとはあれよ、スイッチとか持ってったりして機内で遊んだりもできるし、そういう意味ではなんかね機内の暇つぶしは割とある。まあでも AirPods とか、まあ、ノイキャン系はマジで持っといた方がいいなと思った。今後もし飛行機乗られたり海外大会、まあ、海外旅行行く人とか、まあ、国内線でもいいけどマジで持っといて損はないと。これはもう過去もう 2,30 回海外に行っとるプロゲーマーの間違いないです。飛行機だと耳が痛くなっちゃったら最後どうされてますか。耳痛くなることがあんまないんやな、なった時はでも、ま、あの空気抜きみたいな感じでやってるんですか。あと機内をちゃんとねこまめに歩くのは大事。あとね俺座席取るとき、これ今人によるんじゃけど、これは割と通路側は俺はおすすめ。あのね3人掛けか、まあ何でもいいんじゃけど、中の方ってねトイレ行くときすごい気使うんよね。特に隣の人が寝とるとさウスウスウスってやらないけど、通路側だったら、まあ、そこら辺気にせずに出れるけいつでも。あとまあこれは航空会社によって変わるんだけど、ご飯とか終わった後暗くなるんすよ機内が。いやなんか喉乾いたなとか腹減ったなと思ったら、後ろとかまあそのCA さんがおるとこでなんか軽食とか、まあ、ジュースもらえたりするんですけど、そういうのももらいに行きやすい。俺そういうの含めて割と通路側を希望してますね。あとはまあなんか前の席にするとか、足伸ばしやすいけど前の席にするとか、最近はあんましてないけど、そういうのここら辺はまあ人による。まあ逆にトイレとかそんなに行かんっていう人だったら窓際の席にすれば、窓にこうやってなんか肩を持たれながら寝れるけいいねとか、そういうのは
ね、結構ねプロゲーマーの人は割と海外、まあ特にスト6のプレイヤーは海外によく行く人が多いけ、なんかこれから飛行機乗るんですが何かありますかと聞いたりいろいろと教えてくれると思う。これは返せんな、ダメだな。よく我慢してるな。でんかった。いやーきつい。SA3 確認よし。